転校？そうだ、お前も聞いたことがあるだろう。鳳凰市の大鳥学園というところだ。大鳥学園って名門校じゃない。パパはね、昔大鳥学園で教えていたことがあるのよ。その関係でパパの娘を大鳥学園によこさないかって、大鳥学園の理事長が。どうだい、いいお話だろう。うん、立派なところだよ大鳥学園は。パパとママが出会ったのも大鳥学園だったのよ。へえ。そうだ、向こうに行ったらフェンシング場に行くといい。図書館の裏手に白亜の綺麗な建物があるからすぐにわかるはずだよ。お父さん、フェンシング強かったんだよね。ああ、だから大鳥学園ではフェンシング部の顧問をしていたよ。あの時のパパ素敵だったわ。君のスーツ姿もかっこよかったよ。かっこだけであんまり強くなかったけどね。いいんだよ、女の子は強くなんかなくても。ここが大鳥学園。私が前にいた公立とは大違い。なんか土地の使い方も贅沢な感じ。学校の中に森みたいなのあるし、やっぱり名門校だけあって校庭もすごく広いな。中等部校舎は初等部とか高等部とか校舎がいっぱいあるから言われるのに迷っちゃいそう。それにあの鳥かごみたいなのは温室かな。前の学校じゃせいぜいウサギの飼育小屋だったもんね。さすが。あれ、なんだろう。この辺りで声が聞こえたと思ったんだけど。あ、誰かいる。なぜだ、アンシ。僕らの愛は偽りだったとでも言うのか。あの夜、君は僕に全てを捧げると誓ったではないか。今の私はウテナ様とエンゲージする身です。僕の愛は受け入れられないというのか。はい。うわぁ、なんだか転校早々すごいとこに出くわしちゃった。あれ、後頭部の人かな。大人っぽいし、すっごい美形。あの子の恋人かしら。私はバラの花嫁、決闘の勝者の思うがままです。思うがまま。はい、思うがままです。バラの花嫁、決闘。なんだかわからないけど、いきなり大事件に遭遇しちゃったみたい。
ほっとくわけにもいかないし、どうしよう。やめなさいよ。女の子殴るなんて、それでも男？なんだお前は。私は転校生よ。関係ない人間は引っ込んでいてもらおう。関係なくないわ、同じ女の子だもん。まったく、天井打てらといい、この女といい、転校生というやつはどうして。僕がどうしたって？天井。ウタナ様。姫宮から離れろ、サヨン寺。また貴様か。まあいいさ、すぐに決闘で花嫁を取り返す。アンシ、それまでの辛抱だ。姫宮、大丈夫だったかい？ええ、大丈夫です、ウテナ様。君もありがとう。中等部の2年に今日転校してきたんです。そう、僕は天井ウテナ、こっちは姫宮アンシ。さっきの色ぼけ男は。ウテナ様、もう始まってしまいます。あ、そっか、同じクラスになれるといいね。それじゃ。あ、ちょっと。行っちゃった。かっこいい人。それにあのメガネの子も可愛かったし、なんかいいことありそうな予感。今日からこの2年 C 組で共に勉学に励むことになった新しい仲間だ。君、前に出て自己紹介を。自己紹介か。第一印象って大事だから、ちゃんと挨拶しなきゃ。はじめまして、と言います。公立の中学にいたので、寮生活は初めてです。どんな寮生活が始まるのか楽しみです。私の寮は。君の寮はまだ決まっていないんだ。放課後理事長室に挨拶に行った時に聞きなさい。荷物も放課後には届くはずだから。住所も学園のこともわからないことだらけなので、よろしくお願いします。やあ、また会ったね。あ、ウテナさん。ウテナでいいよ。その代わり僕も呼び捨てにするけどいい？さんとかくんとかつけるのってかったるいんだよね。ウテナ、天井ウテナか。転校初日からこんなかっこいい人と友達になれるなんて、ついてるかも。せっかく知り合いになったんだからおしゃべりしたいけど、何を話そうかな。
てな。何？ウテナって彼氏とかいるの？いないよそんなの。何よ、いつもの王子様はどうしたの？余計なこと言うなよ若葉。転校したてで不安な女の子に嘘ついちゃいけないな。わかったよ。昔ね、僕がとても悲しくて寂しかった時、助けてくれた人がいたんだ。僕の涙を優しいキスで拭ってくれて、この指輪をくれたんだ。その人が僕の王子様。僕はその王子様に会うためにこの学園に来たんだ。へえ、意外な感じ。こんな男の子っぽいウテナがこんな少女趣味なこと言うなんて。ねえ、バラの花嫁って何のこと？ほら、朝言ってたでしょ。それは私のことです。え？決闘に勝って私とエンゲージしたものは世界を革命する力を手に入れることができるんです。ちょっと姫宮、そんなことベラベラ喋っちゃっていいの？いいんです。決闘ってあのちゃんちゃんバラバラの？ええ、剣で相手の胸のバラを散らした方が勝ちとなります。まさかって思うだろ、普通信じないよな。じゃあ朝のあの人も？西園寺先輩はウテナ様の前の決闘の勝者、以前私とエンゲージしていた方です。エンゲージって？はい、エンゲージしたものは私を思いのままにできるのです。現在はウテナ様とエンゲージして。姫宮、そのウテナ様はやめてって言ってるだろう。でも私はウテナ様とエンゲージを。だから決闘？バラの花嫁？世界を革命する力？ひょっとしたら私、転校早々すっごく危ない人と友達になっちゃったのかも。ここで空気を戻さないとどんどん深みにはまっちゃうかも。よーし。いやー、決闘だけに決闘決闘って、あれ、面白くない？冗談だと思ってるだろう。違うの？残念ながら本気。少なくとも生徒会の連中は大マジみたいだよ。世界を革命する力を手に入れるって。でもあまり他の人には話さない方がいいと思うけど。転校したてでそんなこと言ったら危ないやつだって勘違いされかねないからね。なるほどね、気をつけなくちゃ。あら、若葉さんですわ。おい若葉、こっち
の方すっごく並んでてさ。だからよせって言ったのに。でもデザートに紅茶キノコがついてるんだもの。うまいの？いけるわよ。だから並んでるんでしょ、 B ランチ。そうかな。はじめまして、私篠原若葉。あんたと同じクラスでウテナの恋人、よろしくね。篠原若葉さんか。ウテナとアンシーに比べると普通っぽい感じ。ちょっとホッとするかな。こちらこそよろしく。この学園ってまだわからないことだらけだから、いろいろ教えてね。任せといて。恋の手ほどき、学園の噂話、トレンディーなお店などなど、この篠原若葉様にお任せよ。ありがとう。困ったことがあったらぜひ相談させてもらうわ。本日の講義はここまで。起立。礼。やったー、終わったー。帰ろう。あ、ウテナ、それにアンシー。そういえば、君の寮ってまだわからないんだったよね。うん、これから理事長さんに教えてもらいに行くの。そっか、じゃあ一緒に帰れないかな。そんな。理事長室に行かないで一緒に帰っちゃおうかな。それじゃ寮がわからないじゃないか。明日から一緒に帰ればいいんだから、今日はちゃんと行かなきゃ。うん、そうね。ねえ、ウテナたちはどの寮なの？僕と姫宮は東館だよ。僕たちともう一人しかいないから、いつでも遊びにおいでよ。ありがとう。じゃあ理事長室に行ってくるわ。僕が理事長の大鳥昭雄です。と言っても代理ですが。うわぁ、かっこいい人。理事長なんて言うから説教臭いじいさんかと思ってたのに。まったく大鳥学園って何から何までゴージャスなところだな。あなたの寮は東館の2階22号室です。荷物ももう届いているはずですよ。東か、ウテナと同じだ。おや、なんだか嬉しそうですね。あ、その、今日友達になったこと同じだったので。友達ですか。友達はいい。おしゃべりをするだけで心を軽くしてくれますからね。学園の地図です。ここは広いですから。現在地はここ。ここからこう行って、ここにフェンシング場があります。白亜の綺麗な建物ですから、すぐにわかると思いますよ。
この脇を抜けると近道なんです。白亜のフェンシング場、パパの言ってた通りだ。ほら、ここが東館です。この道なら5分とかかりませんよ。はい、ありがとうございます。卵の殻を破らねば、ひな鳥は生まれずに死んでいく。我らはひなだ。卵は世界だ。世界の殻を破らねば、我らは生まれずに死んでいく。世界の殻を破壊せよ。世界を革命するために。東館に新たな住人が増えた。へえ、東館に。バカな。東館にはバラの花嫁とエンゲージした者しか住めないはずではなかったのか。しかし、世界の果ての許可なくして東館に住むことはできない。その通り。つまり、東館の新しい住人は世界の果ての意思によるということだ。転校生だって、その子。興味をそそられるね。イレギュラーな事件。そういえば、天井先輩も転校生だった。転校生。そこで今宵の仮面舞踏会に彼女を招待しようと思う。異論のあるものは？ふん、好きにしろ。楽しそうじゃないか。では異議なしとして、生徒会の名で彼女を生徒会主催の仮面舞踏会に招待します。よろしいですね？ああ、頼んだぜ、ミッキー。ここがお父さんの言ってたフェンシング場か。綺麗な建物、西洋の神殿みたい。扉も大きいし、窓枠のところにもこんな飾りがついちゃって、なんか別世界って感じ。なんか私、観光に来たおのぼりさんみたい。でもちょっと覗いてみようかな。誰もいない。今日は練習ないのかな。部員は30人ってとこか。結構いるんだな。前の学校にはフェンシング部なんてものからなかったのに。こういう名札って一番初めにあるのが部長さんだよね。部長さんは三丁院千草か。すごい名前。このあたりからして違うよね。ん？顧問の先生の名札がないみたい。顧問の先生いないのかな。でも変ね。お父さんは顧問やってたのに、今と昔じゃ違うのかな。
やっぱり誰もいないみたい。今日は練習お休みなのかな。あれ？あの壁に絵が描いてあるみたい。なんだろう。なんだろうこれ。落書きにしては大胆だよね。これ朝の人？確か西園寺とか言ってた。こっちの人影はウテナに似てるな。どういう意味だろう。やっぱり誰もいないみたい。今日は練習お休みなのかな。なんだか趣味の悪いカレンダーだな。25日に赤丸がついてるけど、大会でもあるのかな。あれ？この日付、15年も前のカレンダーじゃない。変なの。やっぱり誰もいないみたい。今日は練習お休みなのかな。あれ？このロッカーだけ開いてる。誰のだろう。三条院。ああ、部長さんだったっけ。閉め忘れちゃったのかな。どれどれ？触るな。誰この人。フェンシング部の人？男の人かな。それとも女の人？なんだか華麗すぎて近寄りがたい感じ。でもそれが嫌味じゃない。貴族ってきっとこんな人のことを言うんだろうな。小説の中や舞台の上以外に本当にこんな人がいるなんて。誰だ。あ、私と言って今日転校してきたばかりで。なんだって。もう一度名前を。そんな怖い顔しなくてもです。父の名は正臣、母の名は琴。どうしてそれを。そっぽ向かれちゃった。でも相変わらず怖い顔してるんだろうな。部員以外は出て行ってくれないか。ここには個人的なものも置いてある。泥棒呼ばわりされても言い訳できないよ。あ、はい、すいませんでした。はあ、驚いた。やっぱ勝手に入っちゃまずかったよね。それにしても今の人、綺麗だったな。現実じゃないみたい。朝の3人といい、理事長といい、大鳥学園ってやっぱり違うな。あ、ウテナだ。そっか、荷物が届いて私が東館に入るって分かったんだ。